はい、マリオ放送局第2回になりますね。今日は9月8日ですね。それでこちら北海道釧路市は晴れてますね。なんかまあもう秋に完全に移行した感じはあるんですけども、たまたま晴れが続いてますので、昼間は結構あったかくて、今日も例えば今現在ですけど、スマホの温度天気予報の中の温度は 24.3 度、ねえ、本州から比べるとかなり涼しいでしょうけど、なんか春というか初夏というか、ちょっと爽やかな、夏とはちょっと違うんだけど、なんとなく気持ちがいい外なんですよね。そんな日にこう締め切った、まあ、声がね外へ漏れたりもするもんですからね、締め切った部屋で扇風機ちょっと弱く当てながら、本当はこういう録音する時って扇風機とかもあんま良くないらしいんですよね、音入ったり。多分前回のは放送は今日よりも暑かったから強く回してて、なんとなくそういう音入ってたような気がするんですけど、まあ言わなきゃ分かんない場合もあるし言っちゃいますけどね。まあ今日はちょっと弱めに当ててねるんですけど、というのは北海道の家は割と暖かくできてるでしょ、冬仕様で。だからこういう夏場とかまだ暖かい時にね、意外に締め切ると室内の温度がどんどん上がっちゃうんですよね。だから今現在スマホで外の気温は 24.3 ってなってますけど、私の今部屋にある温度計は 28.5 度か、だから28度ということだから、まあ、結構30度近く弱あればじわっと暑いですよね。だからそういう今環境ですね、ちょうど。その代わり、まあ、朝っていうよりは夕方以降かな、これはまた北海道というよりは釧路の特徴かもしれませんけど、まあ風が変わったりなんだりで、なんか急にね気温もガタッと落ちたり、風が吹くと肌寒く感じるような時間帯になってきますね。風がないとそうでもないですけどね、風が吹くとちょっと寒さも感じるような季節になってきてます。それで今日ももちろん松山千春さんのですね、まあ若き頃の写真とかももちろん見せます。そういう時間も取ります。はい、それまでちょっとまた違う話もしようかなと思うけど、違うと言っても今回に関しては松山千春さんと関係するんですね、これが。ですね、先々週かな、千春さんがねラジオでちょっと触れましたね。今病気中だからね、まあいろいろラジオも、そういう他に喋ることがあるからそれにはあまり時間取らなかったですけど、おっと思った、私がおっと思ったちょっとことを喋ったんですよ、千春さんがね。それは何かというと、同じフォーク歌手のね仲間というか先輩の、千春さんの先輩にあたるね、高石智也さんっていうね82歳かな、
で亡くなったんですね。知ってますかね。松山千春ファンの女性陣はどうですか。面食いですかね。元面食いかもしれないですよね。若い頃千春さんって、ね、イケメンでしたよね。そういう好みの人たちからはあまり見向きもされない人だったかもしれないですけどね。お弁当箱みたいな顔してるんですけどね、真四角で。高石智也さんっていうね、フォーク歌手がいるんですよ。関西フォークの重鎮みたいなね。亡くなったっていうのを千春さんがラジオの中で言ったんですよね。ほんの短くですけど、それ聞いて、ああそうなんだと僕はちょっと引っかかったというかね、うん、というのは関西フォークの重鎮なんですけども、この高石智也さんも北海道の出身なんですよね。あの雨竜町っていうところなんです。雨の竜と書いて雨竜町で、北海道の、まあ、画面にあの地図が出てると思いますけども、真ん中の方ですよね。滝川とか深川とか、奈良県からね、集団で移住してきたね、新十津川町っていうところがあるんですけどね、そこのちょっと上ですね。で、新十津川町っていうところも水田があってね、あのお米を取る、北海道の中でもお米中心にっていうか畑もやるのかな、水田が広がるようなところなんですよね。そこのまあすぐ上だから似たようなところでね、あの辺炭鉱が多いんですけど、炭鉱町ではないと思うんですよね。そういう農業とか、うん、中心だったと思うんですけど、小さい町といえば小さい町ですよね。だから、うん、まあ早くから北海道を飛び出して、大学かなんかな、今ちょっとね、ウィキとかも見ながらじゃないと喋れないんですけどね、古い人だから。私の世代なんかでもね、もう全然上ですからね。多分松山千春世代の人も、うん、全然上の人だから、バックボーンを知らない人多い、ほとんどだと思うんですけどね。うん、滝川高校行って、東京に出たのか。あ、雨竜町の方はスキーが、まあ北海道の中でもスキーをやる山あるからな、スキーが上手なようでね、スキーのなんか新潟の赤倉とかでね、スキーのコーチみたいなこともやったりして、アルバイトしてたようなことも書いてますね。それで若い頃、松山千春とその高石智也って、ね、どうなんだろう、接点あんのかなと、同じフォーク界で北海道でね。するとね、やっぱあったんですね、若い頃にね。それで一緒にステージやってるのもね、あの記録があったので、うん、ちょっとだけね、触りを入れます。北海道共通点といろいろありますが、まあはい、とりあえず北海道ご出身でスポーツが得意。いや、北海道ってもう札幌とか釧路とか立派なとこは変だけどね、雨竜とか足尾とかそうもないとこってのが嬉しいな。そうね、雨竜と足尾でやはり同じ北海道でもだいぶ違うんですか。うん、北海道でもね、うちは文化圏の高いところですからね。人口いくつあった。人口は13,000。すごいな、うち7,000だもんな。これね、うん、勝ってんだよ。でも君にも届け。
フォークといってもちょっと千春さんのニューミュージックと言われたようなああいう時代のフォークとはちょっと違うんですけど、本格的な、まあ、アメリカのルーツミュージックのに何て言うんだろうな、忠実にそういう音楽を再現したブルーグラスっていうね、まあ、ジャンルで言われるあのヨーロッパの方の、伝統音楽とかを引き継いでヨーロッパから早くにねアメリカに移民してきた人たちが、アパラチアとかっていうそういうアメリカの山脈があるんですけど、東側に その辺の地域でまあこう育まれた音楽で、特徴的なのがまあそういうバイオリンね、フィドル、バイオリンだとか、あとベースがウッドベースとかね、そういう、あとバンジョーが入りますよね。こういう特徴的な、うん、ジャンルでブルーグラスってまあ言われてて、アメリカとかにはやっぱり当然まあ今でもたくさんあのアマチュアは含めていると思いますけど、日本ではねそういうなかなか、うん、あのかぐや姫のね四畳半フォークとかって言われてる、ああいうフォークよりももっとこうルーツに忠実というかね、まあだから本格的な音楽、そのブルーグラスの音楽をこの高石さんっていう人はバンドでナターシャーセブン、ザ・ナターシャーセブンっていうねバンドを作って中心人物として関西方面であのすごく影響力持った人なんですよね。そのなんて言うんだろう、影響下にいたのがいわゆる岡林信彦さんですか、信彦だっけ、岡林信安だ岡林信安さんでしたね。この人もまああれか京都の方なのかな、関西フォークのまあやっぱり重鎮というか有名な人ですよね。そしてこの人に松山千春さんは幼き頃中学生とかの頃に影響を受けたと言ってますよね。だから松山千春が影響を受けた岡林さん、その岡林さんがさらに影響を受けた、まあ、兄貴分的な人がその高石智也さんになるんでしょうね、うん、まあその世代じゃないからこうなんだろう、文字からの情報で私なりに解釈したあれでし、まあ間違ってるかもしれないですけど、大雑把には年齢の順番から言ってもそれでいいと思うんですけどね。そしてあれですかね、関西フォークっていうのはやっぱりあのかぐや姫のああいう四畳半フォークって言われるものに比べれば、なんだろう、社会を風刺したというかね、斜めに見たような歌が多かったような気がするんですよね。ですから時代背景含めて反戦だとか、なんだろう、社会主義って言ったらちょっとあれかもしれないけど、学生運動的なあれかな、背景もありながらのそういう思想を持ちながらのやる人たちも結構骨っぽい人たちもいたのかもしれないですね、うん、それでまあこの高石智也さんも福井県の那多小村っていうなんか相当な田舎なんでしょうね、そこのあの廃校になった学校に住みながら音楽やってたりね、家族で暮らしてたりだとか、岡林信康さんも一時なんか失踪かなんかしながら
その後なんか京都の田舎の方で野菜を作りながら自給自足みたいなこととかやってたと思うんですけどね、うん、まあそれから比べれば千春さんはかなりこう時代が下って、そういう影響下にはありながらもスタイルとしてはかなりなんていうんだろう、都会的って言ったらあれですけど、そういう畑やりながらの音楽っていうのとはもう逆に足尾だからやってたっていいんですけどね、逆ですよね。京都とかああいうある程度都会の人たちが畑に帰ってくのに対して、松山千春は畑や林業やそういう町から、まあ、都会っぽく出てきたという皮肉な話なんですけどね。それはまあ時代がなせるものというかね、時代背景が全然違いますからね。うん、まあそういうなんか音楽の流れがあって、その高石さんが亡くなったそうです、うん、これは私なりにも個人的に一つのちょっと引っかかるニュースでした。それがまた松山千春さんの口から報告されたことによって私も初めて知ったので、そうか亡くなったかと、うん、引っかかったというか胸にこうちょっと響いたニュースでしたね。本来病気とかでなければね、そういう話とか抜きだったらもうちょっとその高石さんの話とか長めにしたかもしれないですけどね、うん、まあ付き合いがあったのは、あ、付き合いといえばそうですよ、松山千春さんのスーパースターズ野球チームとこの高石智也さんの野球チームで戦ったりしてますよ、若い頃、うん、そうそうそう、だから全くなんだろう、薄い付き合いでもないですよね、うん、一時期はある程度濃い付き合いもあったと思いますよ、うん、それで今度はこれ松山千春さん関係なく、この高石智也さんは北海道の人なんだけど長く関西にいたもんですから根付いて、まあほぼ関西人化したんですね、マインドも含めて。それで昔あった近鉄バファローズっていう野球チームね、昭和にあった伊手前打線ですよ、関西のね、あのホリエモンがね、ここが亡くなる時にホリエモンが新しいチーム作るだのなんだのってあの騒ぎのあった発端となったあの消えた球団なんですけどね、その近鉄バファローズの応援歌を作ってたんですね。そうなんです。それでそれどうしてそれを知ってるかというとですね、まあ私の個人的にすごく仲の良かった、お世話になったというかね、仲がいいというよりお世話になった、結構年上だったと思うんですけど、10歳まではいかないけどね、それなりに年の離れたお兄さん的な仲良くしてくれたミュージシャンですよね。その人もわりかしこう、なかなか面白い人で、バンジョーとかも弾く人で、その人がふるさと、まあ東京で仲良くしてた人なんですけども、ふるさとがまあ愛知県の方なんですけど、愛知といえば名鉄ですけどね、あの電車ね。ところがその人の育った地域は近鉄沿線だったんですね。近鉄っていうと関西の電車の感じがしますけど、案外枝の、線路は田舎の方まで伸びてるんですよね。愛知だとか、あとは昔かな、今はないかもしれないけど岐阜の方までだとかね、伸びてたりして、まあそれなりに影響感がある地域っていうのが関西以外にもあって、
そういう影響もあるもんですから、愛知というと中日ドラゴンズですけど、自分が使ってる沿線は近鉄だという微妙な地域でして、だから近鉄ファンだったんですね、その先輩が。それで近鉄の話をよく聞かされましてですね、近鉄っていうのはこういう素晴らしい球団でとかね。で、私も野球嫌いじゃないので、ふむふむふむと、まあ知ってることもあったしね、まあまあそんなクローズアップして考えたことはなかったですけど、そういう話の中でね、いやそういえば高石智也、ナタシャセブンの高石智也がバファローズの応援歌をねやってんだよっていう話題をしてくれたこともあってね、教えてくれたんです。それで写真見たらね、まあ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 、そのなんて言うんでしょう、そのさっき言った弁当箱みたいな真四角な顔をしたとこにちょこんと近鉄の帽子かぶってね、もう本当にもう なんとも言いようのないすごいキャラクターでね、写真がありましてね、それで CD もねそれがあったりして、そういうの見せてもらったり聞かせてもらった思い出がたまたまあったもんですから、そういうのもごちゃ混ぜになって松山千春さんとの、エピソードとかもいろいろごちゃ混ぜになって、そうか亡くなったんだっていう、そのニュースがポツリとつぶやいた、千春さんがつぶやいたニュースがとても気になりましたという話でございました。はい、上手に喋れたかな。あのね、なんていうの、ノーテーマでペラペラっと喋るようなつもりで始めましたけどね、第1回あまりにもノーテーマだとね、話がどっち行くか分かんないので、おおよそこういう話したいなっていう、もう要点だけはね、今日はちょっとだけメモったですね。そうじゃないと話がいろんなとこ行きますからね。はい、それでそのザ・ナターシャーセブンっていうね、ナタショー村にちなんでナターシャーセブンっていう、なかなか面白いあのバンド名だと思うんですけど、この高石さんが率いたこのナターシャーセブンに、バンジョー弾きで白田さんっていうバンジョー演奏者で、すごくまあ人気もあって技術もあって、まあなんだろう、存在感がバンドの中である人、その人がそのさっき言ってた先輩とそのナターシャーセブンの話をいろいろしてる時にですね、偶然にも大きい事件を起こしましてですね、まあ世間的には芸能人と言ってもそんなに誰もが知ってる芸能人じゃないですから、記事としてはですね、そうあんまり大きい記事にはなんなかったんですけど、とんでもない事件を起こしましてですね、それをその先輩と、こんなことがありましたねっていう深刻に語ったことがあるんですよね。まあその先輩もちょっとこう雑誌に、なんだろう、ちょっとこう連載みたいなことをしたりしてたもんですからね、そういうことにちょっと触れないわけにはいかないっていうことでね、まあそういう思い出もあったりして、まあその番長の方は今まあ、復活されて、まあ、またミュージシャンとして活躍してるようですけど、もし気になる人がいれば、まあ、調べれば何か出てくるとは思いますけども、ということでナターシャーセブン高石智也さんの話は今日はこんなこと、こんなとこです。これあの一応千春さんから出た名前だしニュースだし、なんとなく今回は喋っておきたかったっていう気持ちが一番最初にあったもんですからね、喋ってすっきりしました。はい、とりあえず
はい、そういうことです。はい、それでは松山千春さんの若い頃などの写真を見ていきましょう。またですね、まずは千春さん本人は出てないですけど、ちょっと懐かしい、これは広告になるんですけど、当時独立っていうんですかね、ニューズレコードを新たに立ち上げて、その広告なんですけど、横にあるのがこれテレビにも出てた女の子だと思うんですけど、 CM ファンタですよ、ファンタ、コカ・コーラのファンタ、まだ当時は瓶ですよね。飲みましたよこれは、ほんと子供の頃好きでね、今でもジュース大好きなんですけど、最近はねセブンイレブンだけにしか売ってないメロンソーダとかもあるんですよね、高いんですけど、それまとめてだいぶ買っちゃいましたね。で、すがすがしい美味しさって、なんて言うんだろう、コピーが書いてあるので、まああれですよね、ロマンの中に入ってる風の歌、あれ CM で使われてましたよね。あれ私子供の頃なんだけどすごく覚えてるんですよね。やっぱ CM で流れるとなんていうのかな、頭に残りますよね。だからロマン聞いた時、ああこの曲この曲っていうのがねありました。さあそれでは松山千春の本人の写真になってきます。まずはこれですね、すごいですよ、キラキラですね。とても北海道のね、またその中でもまた小さなね田舎町から出てきたフォークの青年、そのイメージとはかなりギャップがありますね。でもそのギャップが実際当時ありましたもんね。その喋ればこうなんだろう、自虐的に田舎の自分が田舎者だみたいなことで笑わせるんだけど、実のところ結構かっこいいぞというね、そういうところでこうどうでしょう、しびれた当時の女子中高生多かったんじゃないんですかね。アイドルにあんまり負けてなかったですもんね、なんかそのなんだろう、その存在感っていうのかな、テレビ出てるわけでもないのにね。いや前回でもちょっとサングラスの話しましたけど、これはまたこの本当どっちかっていうとちょっとロックバンドのボーカルみたいですよね、ダウンタウンブギウギバンドの弟分みたいなね。やっぱりこうちょっと特殊な存在でしたね、いかがでしょうか。そしてこれがステージですけど、これもねえ、フォーク歌手なんて言いながらも赤いズボンで、そしてこのギターのオベーション、ねえ、このギターがまあある種松山千春の代名詞というかね、千春といえばこのギターみたいな、今でもそういうイメージ持ってる人、その世代、昭和世代の人には多いんじゃないですかね。私たちは子供だったからかっこいいなぐらいでね、別に現実味っていうかただただかっこいいなぐらいで見てたけど、当時の中高生とかで実際ギター弾いたりねえしてた人たちは欲しかったんじゃないですか、これ。当時で
何十万っていう話聞きましたよ。実際そうでしょうけど、すごいな、やっぱり何かこう違うな。それまでのフォーク歌手っていう、そのさっきも関西フォークの話しましたけどね、弁当箱みたいな顔で近鉄バファローズの帽子ちょこんとかぶってる、やっぱりそれと同じ毛色には見えないですよね。面白いですよね。いかがですかね。次行きますよ。どうしようかな、何行こうかな。はい、それでは次は私の動画にも、よくコメントを書いてくれたりするはっちゃんさんっていうね、はっちゃんさんという女性がいらっしゃるんですが、その方もね、若き頃に行かれたという阿修羅1万人コンサート、千春 in 阿修羅ですよね。1978年8月8日、その時の写真を少し見ていきましょう。結構若い時のそういういろんな書物とかにもこの時の写真は割と載ってますけども、これにね、言ってたんですよね。若きはっちゃんさんはとても貴重な体験されたと思いますよね。本当にすごいですよ。これね、1978年ですっての8月8日この日ね、全く同じですよ。78年の8月8日、私自身が何をしてたかね、私自身記憶にあるんですよ。このみんなが阿修羅でね、1万人も千春目当てに阿修羅に集まった日ね、え、その時釧路の私はですね、なんていうの、児童館って分かります？例えば東京の方とか地域によっては学童とかとも言いますよね。なんか子供が預けられるったら変だけど、学校以外のね、あれで子供が親が帰ってくるまで遊ぶようなとこ、そのね、児童館の草野球っていうか、その児童館の中でチームそれぞれ組んで、まあまあそれの子供の市内のね、いっぱい当時は子供いますからね、その児童館同士の対抗のね、野球大会があるんですよ、あったんですよ昔。それで小学校、そうだな、あれ決まりはなかったのかもしれないけど、だいたい小学校2年生とか3年生ぐらいから6年生ぐらいまで、もうなんていうんだろう、ごちゃ混ぜの、まあ中身は草野球なんですけど、それの大会がありまして、その大会に出てたんですよね私は。それが何だろう、当時の子供としてはなんか結構なイベントに感じたんでしょうね。その8月8日ねの日にちをすごく覚えてて、今釧路市内で廃墟になってる、廃墟っていうのかな、あれ、その野球場があるんですよ。もう今は使われてない、別に新しいのが建ってますからね、もうなんていうの、野ざらしになっちゃってる。昔はそういう、その球場で甲子園のね予選とかもやった、まあそれなりに当時としては立派な球場、
そこで子供たちはやっぱりそんな球場でめった野球できないですよね。それがその大会で初めてその球場でね、野球をやったっていう思い出があってね、なんか子供心にその、まあ、ゾロ目だったっていうのもあってね、8月8日ってすごく覚えてて、それなんですよね、その日なんですよね。トカチのアショロではあれですよ、千春さんが1万人もすごいですよね、この時代に1万人、まだ汽車はあったとはいえね、線路があって子供でもね来れたでしょうけどね、それでも決して楽に来れる場所ではないですよね。札幌からって考えてもそうですよね、釧路からって考えたって、行ったこと私はないですけど、当時は池田釧路から帯広向かって途中のあのドリカムのね、ボーカルのあの女性のふるさとの池田町、ワインの町、あそこで確か乗り換えるんですよね。池田って昔はそういう国鉄の町でね、なんか結構大きかったみたいですね。そして十勝じゃない、アショロに北上していくと。そうです、その写真を少しこう見ていきましょう。少し載せていきますね。それで私はこの写真は子供の頃見たことあるんです、その小学生ね、小さい時。なんでかっていうとですね、あのなんだろう、あのね、多分ね、モグリなんですよね。そういう事務所とかね、何かそういうレコード会社とかを通してないモグリのプロマイドだとかポスターだとか、なんだ、ラミネートしたね、ちょっと免許証サイズぐらいのね、カード型の、そういう松山千春のカード、まあ他にもアイドルとかも多分売ってましたけど、松山千春グッズっていうのが北海道だからかもしれないですけど結構溢れてたんですよ、街に。そして僕がよく遊びに行ってたゲームセンターがあるんですよね。そこ広くてね、ワンフロアほとんどゲームなんですよ。テーブルゲームですよ、インベーダーとかの。そのね、フロアの片隅にそういうお店があったんです。そして千春のポスターとかそういうカードとかポストカード風なものだとか、もうとにかく千春だらけだったんですよね、そのお店は。それで子供心に友達とかと、いやこれいいなとかって言って、たまにお小遣いある時は買ったりもしたんです。そのカードが1枚100円だったのかな、ラミネートさ、それがこのアショロの、その中にこういうアショロのステージのカードもあったんですね。え、いやーすごい人気だったんだろうな。だからこの風景というか、この野外の雰囲気だけはもう子供の頃から知って、これが何の写真なのかっていうのは全然大人になるまで、大人というか中学生以上ぐらいになるまで知らなかったですよね。まあそういうあれもありながら懐かしいですね。こうね、行った人の話いろいろ聞きたいですよ。で一応その千春 in アショロのセットリストは残ってんですよね。ちゃんとやっぱり1万人も行ったんですからね、それは残ってるでしょうね。1曲目はね、
君はそばに、2曲目銀の雨、時のいたずら、4曲目がマイ自転車ですよ、五大変則の。ということはまあバーッと見ていくと、おおよそ2枚目までが出てて、こんな夜はのアルバムまでが出てて、これから3枚目が出るぞぐらいな時なのかな。ピエロとかね、もう歌ってます。3枚目はもう出てたんだろうか、まあその辺ですね。すごいな、19曲、最後の19曲目で旅立ちを歌ってますよね。まああれですね、セットリストも貼っときましょう。いやすごいですね、歴史ありですね。はい、てな感じで、なんやかんや喋ってるうちに結構な時間、予定よりはちょっとオーバーしてるので、まあ写真も少し用意はしてたんですが、まあ次回にまた回すことにして、あと1枚そのモグリのねポスターとか売ってたそのお店で、やっぱりもうまあいろいろ覚えてる写真はあるんですけど、これもその1枚で、なんか なんでこんな格好してんだろうって当時子供で思って、だけどなんかこれのポスターがそこそこ大きめの、それを友達がそのお店から買って、友達の家に部屋に入るとこれのポスターが貼ってあるとすっごい覚えてるんですよね。しかもこの写真をなぜか知らないけど、銀紙みたいなすごくキラキラする銀色の紙に転写してる、こういう普通のカラーじゃないんですよね、銀と黒のなんか二色刷りみたいなね、そういうあの 和風なこの雰囲気の写真とはもうなんか全然違う、ギラギラしたそういう紙にこの写真が転写してあるもので、それが子供部屋に貼ってある、今思ってもなんかすごい世界だなと思って、なんかそういうめちゃくちゃな、そういう潜りのお店みたいの昔はいっぱいありましたよね。なんかそれをまあ思い出す写真なんですよね。まあ今後も写真は載せるつもりですけど、あのなんか同じようなあの時の写真だとかね、被る場合もあるかもしれませんけど、できるだけこういろんな写真を載せようかなとは思ってるんです。あの本当は今回はそのコンサートに来てるねお客さんの当時のそういう写真もちょっと面白いのがあったもんですからね、そういうのも見せようと思ったんですけど、まあそれはまた今度ってことで、まあしばらくはね見せられるぐらいの量はあると思うので、まああの面白いと思う人は、ちょっと懐かしいと思うような人は楽しみにしててもらいたいなっていう感じで、ちょっとまだやり始めたばかりだから、まあ時間のどのぐらいにするちょっといろいろ読めないところもあってね、まあ決めてはいないんですけど、ちょっとそういうものも様子見ながら少しずつやっていこうと思ってますので、面白いかどうか分かんないですけど、まあ、一応またこんな感じでやろうかなと思って、後からね、ああいう話もあった、こういう話もあった、ここでこういう話もしときたかったなとかってことは、後からなんぼでもこれからもそうですけど出ることもあるので、なんか同じ話とかもすることあるかもしれませんけどね、まあまあなるべくちゃんと紙に書いたりしながら話をまとめていきたいなとは思っております。
じゃあとりあえずあまり長くなりすぎてもあれなので今回はこれで、締めようと思います。それではさようなら。